ホフホシュタットプロブストゼラ線は、バイエルン州ホフホシュタットアムマインと駐輪原州、プロブストゼラを結ぶ、幹線鉄道である。この路線は、ザールフェルト、プロブストゼラ区間を合わせて、フランケンバルト線とも呼ばれており、ライプツヒニュルンベルク区間の遠距離交通経路の一部として使用されている。トローゲンバッハ高架橋を走行する151、軽機関車ホフホシュタットプロブストゼラ線は、 ホッフホシュタットマルクトツオイルーンでルートビ避難北線から分岐して列車はまずマイン川を渡る。この路線はクローナッハまでローダッハ川の上流方向へそして国道173号と平行に続く。列車はクローナッハからローダッハ川の支流であるハースラッハ川の上流方向へ走行してプロブスとセラまで国道85号を沿って走行する。 プレッシヒからライン川とエルベ川の分水嶺まで、険しい坂が続いて、シュタインバッハアムバルトでは、高度が594.5メートルに至る。列車は、レンシュタイク両線の下を横断して、下り坂を通じて、ルートビヒスシュタットへ向かう。そこで六ビツ川がこの路線へ接近し、トローゲンバッハ高カ橋が、街の上を横断する。列車がラウエンシュタインを通過し、 シーファー山地の山麓に沿って進む。バイエルン州とチューリンゲン州との境界線では、路線記号も、距離利定表も変わる。列車は、プロブストゼラ駅に到着しその後、ザールフェルトへ続いて向かう。1924年発生したルートビヒスュタットの列車墜落事故、プロブストゼラ駅の国境統制所建物1841年から、シュトクハイムの断交の経営者たちは、 ルートビ避難牧船を自分の地域へ誘致しようと努めた。本船がマイン側に沿って開通された後、炭鉱業者たちは鉄道連結の方策を探した。1859年12月4日、ホッホュタットシュトクハイム間賃貸鉄道の建設に関する協定が、王立交通機関、クローナフ橋、テオドルフォン、クラーマークレットの三社の間に、ニュルンベルクで締結された。 1861年2月20日ホッホスタット、グンデルスドルフ区間が、1863年3月1日、グンデルスドルフシュトクハイム区間が開業された。1882年1月シュトクハイムアイヒヒト、区間に、既存線路を連結して、幹線鉄道を建設することを目的とする条約は、バイエルン王国、プロイセン王国、ザクセンイコールマイ人間公国。 シュバルツルード広告の間に締結された。1885年8月8日取得クハイム、ルートビフィスシュタット区間及びアイヒヒト、プロブストゼェラ区間が、同年10月1日には、区間が開通された。バイエルン王立鉄道は、ファルケンシュタインとプロブストゼェラとの間の国境部分を、賃貸及び運営した。国境駅であるプロブストゼェラ駅では、初めには、 バイエルン王立鉄道の機関車が、プロイセン王立鉄道の機関車に交換され、貨物輪は,は、駅の2役場で取り扱われた。ベルリン・ミュンヘン間直通列車が1897年、登場した前には、乗客は違う、鉄道会社の列車へ乗り換えねばならなかった。この路線は、本来なら単線で建設されたが、複線化に備えるために路盤が敷かれていた。 上り坂で補助機関車が本務機関車を補助して、たびたび復帰したので、そこには2番目の線路が必要であった。それで1890年11月に、ローテンキルヒエンプロブストゼラ区間の上り坂が複線化されることができた。1905年5月1日ホッホしたと、ローテンキルヒエン区間で2本の線路を用いることが可能であった。 1920年リヒテンフェルス工場に属して、元には補助用機関車を提供した、プレッシヒロートキルヒエン機関区が、事態工場として昇格した。1924年2月18日貨物列車は、速度超過と制動装置の故障の原因で脱線して、トローゲンマフハ高架橋の下へ墜落した。この事故で2人が死亡し、4人が重傷を負った。1935年、 ニュルンベルクハレ及びライプツヒの電化計画が立てられ、同じ年に工事が始まった。1939年5月に E19 系電気機関車の最初運転はニュルンベルクザールフェルト区間で実現された。ドイツ分断期間にはこの路線の中要性が低下した。内部国境線からプロブストテラ駅までの区間及び、施設物は1945年。 ニュルンベルク管理局からエルフルト管理局に移管された。1946年ソビエト連邦の占領地域で線路は単線化され、電力供給施設は戦争賠償の名目で撤去された。1950年の初期にエルフルト管理局は国境線プロブストゼラ区間に電車線を再び設置して、この路線の上り坂で電気運転が可能となった。 ニュルンベルク管理局はこの時に必要な物品、装備を提供した。この路線は、東西ドイツを結ぶ、唯一な電化された鉄道であった。一方、ホッホマルフォエルチェンドルフ館及び、ルートビヒスシュタット・ファルケンシュタイン信号扱い所は1949年まで、単線化された。1968年9月、プレッシヒロ・テンキルヒエン工場は廃止された。ドイツ再統一まで、 ベルリン行きの国境線通過列車がこの路線を経て国境線を越えた。1972年国境地帯の列車編がトランジット協定により追加された。越境統制はルートビヒスシュタット及びプロブストツェラで実施されていた。プロブストツェラ駅で越境統制所は2008年撤去されるまで保存されていた最後の建物であった。ドイツの再統一以後、この路線は 全般的に改修され、この路線の複線化及び電化は再び行われた。線路間隔は3.5メートルから4.0メートルに広がって、その工事時間は特に狭い谷の区間では長くかかった。車体傾斜式車両の対応のために、速度警報、保安装置が線路へ設備されて、運行時間は20分ほど短縮された。2000年イ後ベルリン・ミュンヘン区間のアイス列車がこの 路線に投入され、約1時間間隔で運行された。シュタインバッハームバルトと宗教回線の間は、たくさんの急な曲線のため、遠距離列車の運行速度には不利である。2017年12月から、ほとんどの特急列車が、バンベルク・エルフルト区間の高速線を経由するので、速度向上のための工事はそれ以上計画されなかった。2017年12月まで、 ベルリン・ミュンヘン区間のアイス列車はこの路線を経由した。ホッフホマル・レドビッツ区間はニュルンベルク広域運輸連合の区域に属する。ありがとうございます。